どうもルベです。お願いします。はい、本日も引き続きカムイスポーツ所沢店さんに来ております。すいません、雨なんで申し訳ございません。はい、いつもカムイさんありがとうございます。はい、で本日はまた軟式グローブの、もう社会人向けなんですけどね、のグローブ紹介なんですけども、ちょっと来てください、ひろとくん。メジャー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 、まあね、去年ってか冬ぐらいから出てたけど、水野さんついに MLB 選手モデルも出しました。もちろんさっきも言った通り出たのは前から出てましたと。ただそれって多分タティスジュニア選手モデル、タティスジュニアとシモンズだけだったと思うんですよ。他にも出ましたよということで、ちょっと今日は、紹介していこうと思います。もうなんかさ、今さ、日本の草野球の人たちもさ、メジャー仕様になっちゃう、真似してる人多いのかなって、ブカブカなユニフォーム着て、ストレートロングじゃなくてさ、ショートカットにして、ただショートフィットじゃないよっていう、アルトゥーベ風とかっていう人も増えてきたしさ。でも俺もだけど、ほらアイブラックしたりとか、あーしてますね。ついさ、100のサングラスかけたりとか、100がなんか有名になったのメジャーのおかげな気がするんですよ、うん、っていうのもあるので、ちょっとね、草野球人の方はすごい必見だなっていう、今のメジャーチックなスタイルができるので。じゃあまず1個目ね、ちょっと今もう先に出してました。はいはい、パドレス、はい、タティスジュニア選手。なんかメジャーリーガーのこと選手っていうのなんかしっくりこないな。あんまり感じない。なんかメジャーだとやっぱり呼び捨てが主流じゃないですか。主流だからね。だからちょっとそこに関してはなんか違和感がある。本当にこれね、めちゃくちゃ広い。広っ、こんな広いんですか、メジャーリーガー。逆巻きじゃないのにこんなに広いんだよ。だしウェブが広い、まず。あとウェブが特徴的だから、うん、その分広いのかもしれないですけど、まあ、そのメジャーの強い打球にも対応するような頑丈なウェブって言ったらいいのかな。分厚いじゃないですか。なんで、まあ、しっかりと強い打球にもがっつり対応できるよといったようなグローブです。で、薬指にね、これなんですよ、メジャースタイル。かっこいい、本当にメジャースタイルですかね。そう、これシリーズがね、メジャースタイルってシリーズなんですよ。特にグローブのエリートとかってわけでもないし、セレクトナインとかっていうわけでもない、メジャースタイルっていうプロモデルに近いやん。そうそうそう、水野のプロモデルシリーズ昔あったじゃないですか、プロモデル。それに似たような感じの種類のグローブとなってます。って言っても別にそんなね、革質悪いわけじゃないっすよ。ちゃんと張りあるし、硬いし。これはうん、これ小指で使っても面白そうですね。順巻きだし、まあ広いけれどもちょっと使っても、ここが長い分いいのかなっていう、小指で使っても面白そうだなって言ったような。実際小指で使ってるんですかね。どうなんだろう。でもさ、折り返しはハーフなんだよね。うん、ほんと。まあだからどっちでも使えるよね。自分の使いたいように使っていいグローブっていうような、まずはい、タティス選手モデルになります。はい、続いてなんですけども、これね、すみません、僕ちょっとメジャーあんまり詳しくなくて存じ上げなかったんですけど、アリゾナダイヤモンドバックスのアーメット選手モデル、ちょっとすみません、僕が詳しくなかったので今ちょっと直前で調べちゃったんですけど、これも、メジャースタイルの、グローブとなります。これただね、 H ウェブなんですけど、ちょっとね、何これ3本。そう、シモンズ選手もこれなんだけど、やっぱアメリカ打球強いんだろうね。その分やっぱり強ってことですよね、うん、だからさ、ここにもさ、ほら、ああ、補強されてるし、至る所に補強を感じるグローブって感じがしますね。ただそれにしてはコンパクト、中の手袋は広いって感じ。ここはそんなに長さを感じない。手が大きいけどなんか小さめのグラブ使いたい人、うん、めちゃくちゃおすすめかもしれないです。だからすごいね、ここ張ってるんですよ、こういう風に。広いし、そんなでかくはないけれども、これもなんだよね、親指がさ、こうやって見ると外側に向いてってるの、うん、がっつりボックスで掴むような方がおすすめなんじゃないかなっていうような、広いんだけどもボックスがおすすめっていう感じのグローブです。そう、これマジで手袋でかいな。タティスジュニア選手モデルよりかは小さめ、イメージとしては。でもその小ささをそんなに感じるわけでもないっていうようなグローブですね。これはなんかシンプルなんだけれども、ところどころ USA 感を感じるようなグローブです。はい、続きましょう。はい、続いてがこちら、シモンズ選手モデル、カブスの、グローブです。これもね、さっきのアーメット選手モデル同様、 H ウェブにちょっと3本、普通2本な、2箇所なんですけど3箇所目の加工がされている感じのグローブです。で、これね、ネイビーかな、ネイビーとレッド、シンプルかつなんか派手さがあるような、だから収まってるからね、2色で。で、なんかね、紐がこれでちょっと白とかだったら結構カチカチするなっていうのはあるんですけど、結局紐もネイビーで締めてるんで、まあいい感じの色合いになってますよといったようなグローブです。これもね、アーメット選手モデルとすげえ似てる。てか、もしかしたら型は一緒かもしれない。だから実際にプロが使ってる、メジャーリーグが使ってる選手たちの型は違うかもしれないけれども、はめた感じはマジでしょ。
だからちょっとずつ、うん、いやでも一緒だな、針がそんなでもないかなってぐらい、うん、でかいねやっぱ手袋も。だからもしかしたら品としては一緒でカラーリング変えて出してるのかもしれないです。まあ、なんかシンプルに行きたいんだったらアーメット選手モデルがいいし、まあ派手に行きたいんだったらあの下野選手モデルでいいんじゃないかなって言ったような感じのグローブですね。はい、じゃあちょっとまあ型の特徴は結局サクと変わらなかったんで次いきます。ショートが見た感じ、そう遊撃手が多い感じですね。そうですね、まあタティスはちょっと今いろんなところやってるけど、続いてもねもう全く一緒、カラーリングが違うだけ。これがグレゴリウス選手、フィリーズのグレゴリウス選手モデル。これもねマジで一緒。あ、待った、違う、ちょっとでかいかも、さらに手袋が手の中だとちょっと見えづらいんだけど、ここに指の切り、ほら分けるところが来る感じ、第一関節。あ、結構でかいですね。俺の手が小さいのもあるんだけど、なんかポケットのさ、あのグローブのポケットって大体ほらこの辺から曲がってんじゃん。何、俺手小さすぎてから今この辺から曲がってる感じ、第一関節からポケットのさ、手ぐらいでかい中の手袋が。ちょっとやっぱりでもちょっとでかいかな、グローブの大きさ的にも。基本は一緒だと思うんだけど、とりあえずこれも9だわ。坂本選手と同じ大きさにはなってる、一応中の手袋が断然違う大きさが。なんでまあただここの特徴とかは一緒かな、こっちのほら開いてる感じとかさ、こっちに行ってる感じとか、あとウェブの大きさとか仕様とかも、これも前の2つと一緒かなといったようなグローブで、色がこれはレッド、普通のレッドかな、ブロンド×レッドの、グローブとなっています。入るだろうなグランドに持ってったら、おすすめです。はい、じゃあ最後ですね、これヤンキースのガードナー選手モデル、左利きの、左利きだよねガードナー、左利きですよね、うん、これねマジでイチロー選手モデル。やっぱあれなんですかね、ヤンキースだから、まあイチロー選手いたじゃないですか、多分当時もガードナー選手ずっと多分ヤンキースいたんで、 ね、その影響もあるかもしれないですね、うん、これさ多分ヤンキースマリナーズ時代だと思うんですけど、これ懐かしくないですか、うん、全部紐だけの、全部紐だけなんですけど、もしかしたらイチロー選手モデルより深いかもしれない。本当は深い、ここが長い、ポケットもめちゃ深い。で逆にここは広いんですけど、この手入れるところは、中の手袋自体はそんなでかさを感じないようなグローブです。でもほらここがやっぱ広いから、ここはしっかりとはまってくるって感じ。なるほど、うん、小指でもいけそうな感じですか。小指ね今試したんだけど硬い、硬い、入らないんだよ。ここまでしか逆に入らない。何ですか、珍しいっすね。まあ多分皮が硬いからだとは思うけど、ちょっとね、うん、手袋のねここの部分まで、ここまでの手袋が広くて、ここから先指に入ってく部分の手袋が結構きつい感じがする。フィット感は申し分ない。日本人からしたら懐かしさを感じるグローブ。なるほどですね、うん、イチロー選手モデルだから、もう当時の。だってさ、もうなんかラベルがゴールドだったんだけど、これシルバーの。でも そこもなんか懐かしさを感じるっていうか、まんまイチロー選手モデルだよなっていう感じがするんで、まあ実際はガードナー選手モデルだけど、懐かしさを感じたい人はぜひ買ってみてください。素晴らしいです。これここもシルバーだし、そこもシルバーってもうやばいな、がっつりイチロー選手本当にっていうのはあるので、今まで紹介した4つのグローブっていうのはもう完璧なメジャースタイル、ザ・メジャーっていったような感じで、 USA を体に身にまといたい方は前の4つ紹介したグローブで、でちょっとね逆に日本を感じるグローブになってくるので、まあそういったところも逆にメジャーリーガー、イチロー選手モデルみたいなのを使ってるんだみたいなね、あのこんなシンプルなグローブ使えるっていうのもあるので、でねお値段の方もねこれ税込み価格なんですよ、17,820円、全部まあお買い得ですよ。限定の派手なグローブってまあ結構な、ね、値段するじゃないですか。それがしかもメジャーリーガーモデルでこの2万円を切るっていうのはすごい素晴らしい値段、価格設定だなっていうのがあるので、ぜひぜひね、お買い求めしてみてください。まあ他にもねグローバルエリートのメジャーリーグ仕様も、そうですね、それめっちゃ気になってる、そうそうするので、これもかな、なんかあーっぽいですね、なんかそのなんかグローバルエリートのメジャー版もありますということで、まあ、川上さんちょっとアメリカ感を出してきます。まあ、ぜひぜひね他のカラーグローブ、だったりとかっていうローリングさんももちろんありますし、米の雰囲気を、米の雰囲気を感じてっていう方がいれば、ぜひ川上スポーツさんで、ご購入されてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は川上スポーツさんでアメリカのチックだ、メジャーリーガーモデルのグローブの紹介をさせていただきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではよろしくはい、よっしゃー、絶対最後に使ってた。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー
イティビー2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。